じゃなかった。おお、よかった。小中学校が50年間のリハーサルとして、公演事務所に、舞台に出る。小中学校の学生が、100%の、ありがとう。おい、何が人種差別なんだ、教えてくれよ。何が人種差別なんだよ。おい、おい、おい、大阪の幾度区で日本人が傷つけられたのはヘイトクライムじゃないんですか。聞こえないふりすんな。おい、これだから芝木隊は信用できねえんだよ。朝鮮人の集まりだとか言われんだよな。坂道さんさんと帰れ坂道。あいつあれでしょ、大山に来たやつ。大山だね。さっきの話した。この前ソフトはない、車に。おい、エセジャーナリスト、エセジャーナリスト、エセジャーナリスト、帰れ。別にいいやん。あれ、広島に来たやつ。あー、西日本担当なのか。ああ、そうなんだ。テレビが、マスコミは、朝鮮学校が日本人の土地である公園を50年間不法占拠していたことを報道せず、日本人の土地を奪還した日本人を徹底的に貶める朝鮮学校に偏った変更報道をしていました。ほら、乾杯やってくれ。50年間の朝鮮人に土地を取られ、怖くて IWG は原発ネタだけ追いかけてりゃいいんじゃねえのかな。そうだね。公園を取り返した日本人の命に反響していますし、日本全国でこの動画をして、ビシッと、もっとビシッとしたあれはないの？もっとビシッとした主張はないのか？日本人たちに対しては、何の指標から出てくる？多くの日本人が高い評価をしており、彼らを紹介しております。それを朝鮮人たちは、少々乱暴な言葉遣いをしただけで、今、騒がれている。ああ、でもね、でも、ホッサンはね、本気になるとすごいよ。おいでやめろ、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 やめろ
もっとでかいプラカード。ありがとうございます。日本人差別を許さない市民の会の皆様、ご声援ありがとうございます。ありがとうございます。
東山君、謝ってお前、事件に関係してくれと言うことが違うんだよ。何を情けないから、謝って事件に関係してくれと言うんだよ。それ言われた。全部もれないらしいよ。囲まれないと思ってあるかのこと言って